皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はマリオカートライブホームサーキットのファミ通紹介をしていきたいと思います。自宅がサーキットに、新感覚のマリオカート、新しいマリオカートが登場します。本作にはスイッチと連動するカメラ内蔵のカートが同梱されていて、プレイヤーの部屋をマリオカートのサーキットとして楽しみます。本体とカートを持ち寄れば最大4人での対戦も可能です。ソフトはカートの種類が異なるマリオセットとルイージセットが用意されています。プレイと同時にカートも走行します。部屋を走るカートの視点でゲームが進行します。プレイヤーの操作がそのままカートの動きに反映されます。ゲームとカートが融合します。ダッシュキノコでカートがダッシュしたり、障害物に当たるとカートがストップしたりと、レース中に起こることがカートの動きと連動します。そうですね、つまり自分の家が、私はアパートなのでかなり狭いところになるコースになりそうですね。一軒家とかそのあたりで楽しめるんじゃないですかね。さすがにアパートではちょっとあれですね。というわけで今回はこの辺で、マリオカートライブホームサーキットのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。